こんにちは、J ベース武蔵の河合です。今回は送球を安定させるための補給してからのステップとトップの作り方についてご説明していきます。例えばゴロを補給した後どのような動きになるかというと、その後軸足をですね、相手の方向、軸足の内側を相手の方向に向けていきます。でその後はステップ足を出してきて、ここがポイントです。肩、肘で相手をターゲットするようにして、あと足もですね、相手の方向に向けていきます。膝、つま先を相手の方向に向けていきます。投げ手の方は少し胸を張るような形で、小指が上になるようにグッと胸を張っていきます。このようなトップの姿勢を作ることがいい送球をする上で大事になってきます。このような感じです。右足を相手の方向に向けて、その後肩、肘、ステップ足をしっかり相手の方向に向けていきます。でしっかりテイクバックは、少し胸を張るような形で小指が上になってトップを作っていきます。それではドリルを紹介していきます。はい、このようにですね、今回はコーンを置いています。8つこのように置いてみてください。でこのコーンに例えば番号をつけます。前から1、2、3、4、5、6、7、8のように番号をつけていきます。でコーチは番号を言いながら選手にボールを投げてあげます。まあ、ゴロでも正面に投げてあげても大丈夫です。で選手はそのボールを補給したら、番号を言われた方向に右足の内側を向けて、そのまま先ほど言ったようにトップを作っていきます。はい、それではやってみたいと思います。2、6、7、2、1。続いてはゴロ補給でやってみたいと思います。このようにやってみてください。軸足のですね、内側を相手の方向に向けていくことと、あとはそのまま肩、肘でターゲットするようにする、足もですね、まっすぐ相手の方向に向けていくことが大事です。トップはですね、しっかりこう少し胸を張るような形で、小指が上でこう張ってきます。でそこから、なるんですけども、ここまでを作れるようにやってみてください。はい、この動画がためになったと感じたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。